ね、もうこれからフェスが始まるっていうのにさ、秩序なのかカオスなのか決められないよ。みんなどっちでした？俺さ、姫ちゃんもイタちゃんも好きだから決められないんだよね。ちょっと俺もう猫に決めてもらおう。俺の飼ってる猫ちゃんに決めてもらおう。猫泣いてる。よし。今から、これ、紙皿に、猫の好きなチュールを入れます。で、ねえ、待って、まだだよ、まだだよ。めえ、まだよ。まだ入れてないからね。ちょっと待機しててよ。まだ来ちゃダメだよ。つまみ食いしようとしてる。まだ入ってない。まだ入ってないぞ。めえ、ちょっと出てって。ちょっと待って。めえ、ちょっと待って。一回閉めとこう。はい、じゃあ気を取り直してチュール入れていきたいと思います。わ、すごい、マグロの匂いめっちゃする。猫のご飯の匂いがすごいする。あ、じゃあこうしよう。これで姫ちゃんの方行ったらカブスで、イーダちゃんの方行ったら秩序にします。こう、猫によって俺の投票先が決まるの、なんか皮肉やな。ちょっと猫ちゃん呼んできますね。なるほどね。姫ちゃんか。じゃあ俺カブスにするのか。おイーダ行く？そっち食べる？どっち？イーダちゃん何すんの？食べた方にしよっか。ちゃんと平らげた方。最初に平らげた方にしよう。あ、これイーダちゃんっぽいな。ゆっくりお食べ。なんかうちの猫さ、どっちなのこれ。迷わしてんの俺を。それと俺が迷ってるか伝わっちゃったのかな。あ、いいの？もう。食べないの？お腹いっぱい？お腹いっぱい？これ俺投票できないんだけど、めいちゃん。俺まだ投票できないよ。食べていただかないと。食べてよ、これ。平らげてる、ちょっとね。もういいの？もういいの？これ。もう食べないの？ちょっとこれ観察しよう。もはい、結局これどっち食うや。決まらないね。食べないね。お腹いっぱいなのかな。もう食べきれないみたいな。あ、言い出すの言った。自分が食べかけた方言ったね。もう食べないみたい。これ減り具合はもう秩序だね。秩序にしようか。ちょっと一応違う猫連れてきますね、今から。猫のブーちゃんを連れてきました。この子メスなんですよ。あ、ブーちゃんはそっち？秩序か？
序だね。ぶーちゃんも秩序か。ねえぶーちゃん、ちょい残し、ちょい残し、ちょい残しあるよ。もういいの？もういいんだ、満足しちゃった。ちょい残しよ。はい、結果なんですけど、秩序にします。急遽ね、あの猫ちゃんに決めてもらいました。決められないよね、最後のフェスなんて。僕は猫と一緒に選んだイーダちゃんの方にしたいと思います。秩序派にしたいと思います。じゃあお疲れ様でした。